ウィニングポスト9 2021。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めたいと思います。こちらの配信は Twitch で行っております。ぜひ Twitch アカウントフォロー、お願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。YouTube にアーカイブを2日後20日21時頃にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価もお願いいたします。 This live archive my YouTube チャンネルアップロード 2 days after my YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。はい、そしてTwitterX アカウント持っております。ぜひ、アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。Please TwitterX my アカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきましょう。5月の4週間ですね。ニコニコが勝って、オークスアパパネそばにいるね。アパパネもはクラブバだったっけな。ゼニアタがフェアステークス、ナキスタはちょっとやっぱりパコボーイが強いですね。行きましょう。ロッキンジンステークス様のラキスタです。3番人気か。1番人気パコボーイとなっております。まあ100だからまだな。これはコバか。ダイジェストいきましょう。ニューベリー競馬場 G1 ロッキンジンステークス芝 1600m の直線競馬です。前はアマノラキスタ、スパイラルシュタイン、ほとんど差がありません。残りあと 400m、長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはパコボーイ、外からスパイラルシュタイン、残り 200m、パコボーイ余力は十分、さらに引き離していく。2番手はスパイラルシュタイン、パコボーイ今ゴールイン、段違いの強さです。2着は微妙です。立ったのはパコボーイ、見事な勝利です。何着だんだ。11着ボロ分けです。あ、ダートの方が合うと。イスパンショにブエナビスタ登場です。こちらは1番人気131、アスクが122、117、グロリアデカンピオンですね。この辺が強敵になると思われます。見てみましょう。レースです。パリロンシャン競馬場 G1 イスパン賞芝 1850m です。
こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはグロリアデカンペオン、クリームーンコンフェクション。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくグロリアデカンペオン行きました。続いて前へ行くのはクリームーンコンフェクション、さらにはイルーシブウェーブ、11番ウエスタンエイト、その後ろクリームーンコンフェクション、先手を取りました。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。そして大きく離れてデンジャラスナックル、この位置です。ピンクの帽子フィールドターン、その後ろすぐ隣にシルキーホワイイエスフィース、この馬もこのグループ、その外にゲーリックインディー、並んで9番アスク、その横にパーリーマニラ、内からはアイドルレグズ、その隣にティルトパティ、ウィローサンダー、すぐ後ろ並んで15番アスベリークオリティ、最後方追走はウエナビスタ、果たしてどのあたりから仕掛けるでしょうか。さあ先頭は依然として14番クリームーンコンフェクション。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。中割ってないか、日本と世界意地のぶつかり合いだ。クリームーンコンフェクション、ウエナビスタ仕掛けていくが、先頭内からグロリアデカンペオン、クリームーンコンフェクション先頭、外から割ってくる、ウエナビスタ先頭、先頭に踊り出たよ。ウエナビスタ余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手はアスク、ウエナビスタ1着、ウエナビスタ完勝。2着はアスク、3着にシルキーホワイ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ウエナビスタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。10個目になりました。しかも娘が騎乗で勝ちましたね。嬉しい限り。国内です。平安賞にゼニアッタ等が1番人気、他マノエネループ、アマノキャンキャンと3番人気まで占めております。ゼニアッタグリグリですね。やっぱりまあそれはそうでしょうということで、エネループやアマノキャンキャンはどうするか、キャンキャンを差しにしましょう。ダイジェスト、京都 G3 平安ステークスダート 1900m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ワンダースピード先頭、残り 200m を通過してゼニアッタ先頭だ。先頭ですね。2番手はアマノエネループ、これは強い。ゼニアッタ、この馬で決まりか。ゼニアッタ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はアマノエネループ、これが世界の実力だ。ゼニアッタ、中二勝馬、海外馬をまた買いたいですね。これは何ステークスだっけ、放水ステークス。クラブは凱旋マリコイヌです。本州2番人気ですが、本州は本命、1番人気は成田パッサーとなります。他マチカネフィリネスあたりも人気ですね。ダイジェスト行ってみましょう。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。凱旋マリコイヌ先頭、あと 200m、 先頭は凱旋マリコイヌ、苦しんでる。2番手は名将スタイル、後続は大きく離れました。凱旋マリコイヌ強い強い、凱旋マリコイヌ圧勝ゴールイン。2着は名将スタイル、3着にメルシーキャロル、これは桁外れの強さだ。凱旋マリコイヌ、しっかり勝ってくれました。さあオークスです。1番人気は馬のそばにいるねですね。クラブはアパパネ、凱旋浅田真央が3番人気、アマノトゥルース、
が4番人気となっております。要するに所有馬かクラブ馬が勝っているとこですね。これって勝ったのってオックスか、箇所勝ったのはパパネ3着だったんだろうな。そばに犬ねが勝ったんだ。ただ距離延長がどう影響しますか。まだ負けてはいませんが、何であたりがちょっと厳しい。さあ、アマノトゥルースは一方先方選べますが、先行策が有利なんでそのまま行きましょう。レースです。さあ、牝馬クラシック第2弾、3歳牝馬限定、優秀牝馬オークス G1 東京競馬場芝 2400m で行われます。府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優駿牝馬オークスの発想です。さあ、最後は大外枠のコンサートトラベル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはエルクライマックス。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してエルクライマックス花に立ちます。その後ろからはアグネスワルツ、この馬も上がっていく構えです。さらには凱旋浅田真央、前哨戦の勝ち馬アマノトゥルース、その後ろアグネスワルツ先手を取りました。大きく離れました。エイシンリターンズ並んで1番ウェーブソング好位置をキープしています。アマノそばにいるピンクの帽子アプリコットフィズ、結構前にいますね。その後ろアパパネ、そのうちに続いています。その外にコンサートトラベル、内からはウィンドロマンス、あれがその隣にレインボーダリア、その外からラストサンセット並んで11番サンテミリオン、すぐ隣にベルズトゥース、すぐ後ろにヤマニンディッシュ、1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。その外にエルタフネス、しんがりからトガーシェーディ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。パパネはどこにいるんだろう。もう一度先頭に戻りましょう。6番凱旋浅田真央、レースを引っ張ります。さらにはアグネスワルツ、これに続くのがアマノトゥルース、間が空いてエルクライマックス、冒険期を通過していきます。先頭は依然として凱旋浅田真央、凱旋浅田真央が先頭ですね。さらにリードを広げました。2番手はアグネスワルツ、アマノトゥルース、3番手第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。どうなの、そばにいるのはどこにいる。先頭外からアマノトゥルース、でも先頭アマノそばにいるね。そばにいるねがいい伸び足。どうかアマノトゥルース、先頭残り 200m、 そばにいるねが後退していく。前に迫るサンテミリオン、先頭サンテミリオンか、サンテミリオン、あら先頭はサンテミリオン、1着でゴール、2着にはどうやらアマノトゥルース、見事に勝ちました。サンテミリオン、アマノそばにいるね、完敗です。どうしたんだ、沈みました。なんかすごい逆噴射をしてしまったぞ、アマノそばにいるね。8着ですね。でもパパネが4着、3番人気凱旋浅田真央15着と惨敗です。うわ、車内にやられてしまった。不安定というか安定性に欠けるとこありますね。引っかかったんかもしれない。身のこなしが硬い。2400って距離上限なんですよね。さあ、5月5週は、5月最後の週です。ダービーです。アマノブルーレイとルーラーシップが登場です。皐月賞はビクトアルピサが勝ったんで、これでビクトアルピサを包囲したい。気持ちいいって何勝だっけ。10勝か。でもダートだから、ダートだったよな。なのでこの辺の地方の実績があるんで、まだ安心はできません。
度の大舞台。2つ目の対決。ダルピサやっぱり強いか。ただブルーレイも対抗する。この一騎打ちムード、そしてローテ決め、この辺はまあ置いといて、ポニョからか。ポニョはまあ規定路線だからな。もうそばにいるや宝塚は無謀だろう。箇所このまあどうなんだ、芝ダートどっちが得意かまだわからない。しかしダート戦線に切り替えるしかないかもしれない。距離は1600か2100は長かったな。あ、こっちに出た方が良かったのか。まあ、2回目欲張っちゃいましたよね。エルモントオークス招待とどうなんだ。ハニームーンってそんなに強くないか。登録だけしとこう。で、福永じゃなくて武豊は無理か。 C 機種に乗ってもらおう。でそばにいるでは、一周放牧です。でトゥルースが宝塚。トゥルースでもまだ実績ないからな。でもよく検討はしたと思います。海外行かせても面白いかもしれないですね。距離は持ちますね。まあ秋華賞は出るとして、秋華賞は出ましょう。それ以前に何に出るかここですが、あーでもオークス招待結局一緒だもんな。これってなんだ、グロット賞って。これ出しましょう。でジョッキーを武豊持ってくれないんだ。なんでだろう。あーでもどうなんだろう、調子落ちるかもしれない。いやちょっとこれはトゥルース遅めだし、ここじゃないな。出すとしたら8月の3週とか4週とかかな。ドイツオークスかな。で、2週放牧ぐらいしましょう。レースは決まったんで。今あの対抗立志伝もう力強くやってます。なんかこちらも太鼓立志伝も表情ってあって、配下の大名に何をするかっていうのを選ばせる必要があるんですが、それとなんかすごい似てますね。ラジオ日経賞か。いやフィリーズレビューまで勝ってラジオ日経賞はちょっとな、やだな。でも千ギニーとかダメだし、複製タイプだからまあまあいいか。カレンちゃんです。マノグーはベルモントに海外に行きます。2400はちょっと微妙かもしれないですけどね。でブルーレイがダービー、 HK マイルカップを取っております。
で、アラフォーですね。アラフォーは6月4週にセントジェームズパレスに行く、ルーラーシップをダービー挑戦でしたが、距離が上限なんだよな。どこまで頑張れるか。ブラックキャビアどうしよう。今3勝か。とりあえず一周放牧して日程を決めましょう。トロロが S4 歳か。ジュベルハッタ4着、まあ、マーメイドでいいでしょう。でハニカミは安田記念ん、ああまあまあいいのか。それはそれで、まあ、ハニカミ早熟ですからね。もうそろそろ寿命も尽きる頃でしょうし、今年いっぱいまでやんかな。それともヒールは先玉杯ですね。つぼみが帝王賞に出ます。まあ状況ちょっと調子落ちてるんで一周放牧。ボルダーマイル、ある日は9勝ですが、まだなんか足すと行けるんじゃないの多分。だって地方って柏記念だけだからな。行けそうな気はします。ナバワがゲームリーですか。ナバワ5勝ですね。でネループヘアステークさ惜しかった。フロッキオもまあいいでしょうね。出して早くちょっと重賞をまともに勝てるようにな。実績上げとく必要はあるな。フェイトはまだ G1 勝ってない。でももうちょっとですね。晩成タイプだし。キャンキャンはキャンキャン遅めですか。G1 は1勝、ただそれは牝馬限定の G1 なんで。けど戦記も出る。9勝だから問題なし。スマートハルコンですね。スマートハルコン、あーダートか。ブルースリーちょっと疲れが気になるとこではありますが、寿命が尽きる前に勝ってほしいが、千の風、千の風安田記念いいのかな。まだ G1 取ってないしね。あーでも出さざるを得ないか。惜しかったですけどね前走は。で前にやったがマーキュリー、なんかすごいな。何キロ背負わされるんだマーキュリー。58キロ。まあフリー要素も59キロですけどね。フリー要素を戦わせましょう。そして小泉が、もう満たしております。で iPod ハワイシーマ18勝、グローブ本10勝ですね。大阪杯を取っております。でアミーゴもいます。アミーゴも安田記念で、想定内が、まあまずは勝たねばならない。そこでスピード C だしな、ユーソナ。エビナじゃないとダメなのか。キンシャサがご覧の通り。
短距離の王道を走り続けますと言いたいとこだが、ちょっと疲れが心配だな。調子が大丈夫なのかっていうのはありますね。あれでもさ、これ放牧してると思うんだけど、なんで疲れが取れないんだ。疲れが取れないっていうか、調子が落ちる、落ち続けるんだ。勝ちたいんやが7勝、勝ちたいんやももうあの最終年ですからね。一つの勝ちを積み重ねて金札を確実なものにしたいってところですね。フェーブル、他のツイッターもありますね。今や X、泉は首位互角、フェーム&グローリーっていう馬がいるのか。ダビア、アマノブルーレイ、ビクトアルピサの一騎打ちか。で、世界に花ですね。少しお待ちください。はい、ではお待たせいたしました。ではレースやっていきましょう。ゲームリーステークス、天の稲葉は一番人気となります。稲葉は125、サファリノーベンバーぐらいだよな。勝てるんじゃないかな。ダムタッチ、カスカブイーニング、勝ってもらいましょう。レースです。サンタニタ競馬場 G1 ゲームリーステークス芝 1800m です。こちらアメリカのサンタニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。天の稲葉は好スタートを切りました。スティップルルネ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく天の稲葉は行きました。続いて前へ行くのはスティップルルネ、さらにはブレインズアーメリア、10番オリオールフラッグ、その後ろ先手を取ったのはブレインズアーメリア、ブラムタッチ、それに続いています。並んで11番バスカンイブニング、ジュリエドレス、そのうちに続いています。その隣にサファリノーベンバー、エイリーンズアドラーブル、すぐ後ろこの辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、その外からブロークンネイル、赤の帽子アポロスターク、その後ろその外にネバーインテンシファー、内からはプロビソ、最後方にプロモスバーバリー。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から古豪ブレインズアーメリア、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続いてブラムタッチ、少し間が空いてオリオールフラッグ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として1番ブレインズアーメリア、力上がっていきますね。先頭から青の帽子天の稲葉は伸びてきた。
最後の追い比べ、先頭は天の井ナバウアー、追い出す、あと 200m、 これは完全にちぎれた、勝ちましたね、先頭です、強い、このまま押し切るか、2番手はタスカンイブニング完璧です、圧倒的な強さを見せました、2着はプロビソ、3着にタスカンイブニング、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました天の井ナバウアー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。G1 3連勝となりました。大舞台です、嬉しい、大舞台獲得、メトロポリタンハンデ天の気持ちいい、こちらも一番人気129か、気持ちいいはマスケットマン、ティズウェイ、ウィンターズクランバー、ビッグドラマあたりですねが差はあります。ビッグドラマが2番人気、キズウェイか、この辺ぐらいまでだろうな、ライバル馬は、まあ、展開も有利ですし勝ってもらいましょう。レースです、ベルモントパーク競馬場 G1 メトロポリタンハンデダート 1600m のマイル戦です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました、各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。ビッグドラマ前に行きそうです。ニンヤードヘイブン、それに続いています。さらには天の気持ちいい、11番ハーベストソネット、前行きますね、その後ろビッグドラマ先手を取りました。その後ろからはティズウェイ、シビルズモア、すぐ後ろ緑の帽子ジャイアンツエース、その後ろコーニッシュディード、この馬もこのグループ、内からはサバンナプレシデント、すぐ後ろにカーズエリー、並んで G1 馬ウィンターズクランバー、ディナーフロリー、そのうちに続いています。その外からマスケットマン、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として14番ビッグドラマ、ビッグドラマ後続を引き離します。2番手は天の気持ちいい、間を挟んでコーニッシュディード、3番手天の気持ちいい、これはいい位置につけています。いい位置だな。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ、残り 200m、 さあ先頭は今度は天の気持ちいい、後方から一気にビンヤードヘイブン、先頭は天の気持ちいい、1着でゴール、2着はビンヤードヘイブン、3着にビッグドラマ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました天の気持ちいい、まさしく日本が世界に誇れる馬です。2連勝、これはキザレベルアップ、タタソールズゴールドカップ天の小泉です。一番人気最内ですね、118、あでも110台の馬が多い、安心はできません。なんかすごいなんか調子悪い馬が多いな。レース行きましょう、カラ競馬場 G1 タタソールズゴールドカップ芝 2100m です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました、ミッドデイ、これはいいスタートを切りました、綺麗なスタートを切りました、ダッシュよく飛び出してミッドデイ花に立ちます。その後ろからはフェーム&グローリー、この馬も上がっていく構えです。さらにはアストニュミディ、1番天の小泉、その後ろミッドデイ先手を取りました、少し間が空いてサーベルヨーロッパ、チェリッシュトソート、そのうちに続いています。その隣にジャックタルク、
内からはマーキュリーナックル、並んで8番ダーレミ、これに続くのがエフィシエント、赤の帽子プラムアイレス、その後ろその外にトワイスオーバー、並んで13番フェイバーアルボラーダ、並んで16番ナポリコンポージャー、内からはオーバーステートコメン、ね、しんがりからレインボービュー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。4番ミッドデイ、依然として先頭、 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。2馬身から3馬身のリード、少し離れてアストニュミディ続いています。並んで12番フェーム&グローリー、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭は依然として4番ミッドデイ、2番手は1ですね、仕掛け始めた間の小泉、残りあと 400m、 長い直線だが伸びが足りないな。残り 200m を通過してから伸びていくが、1頭前にいる。2番手はエフィシエント、ここでようやく天の小泉、フェーム&グローリー1着、うん、2着はエフィシエント、3着に天の小泉、勝ったのはフェーム&グローリー、見事な勝利です。サキタマ杯、天のヒーロー2番人気となります。1番人気フジノウェーブですね。ここですがまだまだ元気、はい、ダイジェスト、浦和競馬場 JPN2 サキタマ杯だと 1400m です。短い直線に入って後続は届くかどうか、天のヒーロー先頭、2番手は富士のウェーブ、これは強い天のヒーロー、この馬で決まりか、天のヒーロー強い強い天のヒーロー、圧勝ゴールイン、2着は富士のウェーブ、3着にブルーラッド、勝ったのは天のヒーロー。富士のウェーブを抑えて先玉杯を勝ちました。G1 勝ちたいですね。 JPN2 まで勝つことできたかな。ダートの青いステークス、カレンちゃん1番人気です。伊坂さんの全部20万、ステラリード、ドリームバレンチのあたりか、あとエーシンミリオンですね。ここは先行で、まあ、間違いない。ダイジェスト、京都3歳 G3 青いステークス、芝 1200m の電撃戦です。4コーナーをカーブして、さあカレンちゃん先頭へ、カレンちゃん先頭、残り 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。しかし2番手はドリームバレンチの、いや止まった、カレンちゃん先頭だ、カレンちゃん謎の2着はドリームバレンチの交代、3着にステラリード、1番人気に応えました。カレンちゃん見事です、勝ってくれました。カレンちゃん疑惑の交代はありましたが勝ちでしたね。これでちょっと次は G1 行ってもいいかもしれません。安土城ステークス、安土城といえば太閤立志伝ですね、信長の本拠、しかし凱旋のダメは人気ないんで飛ばします。さあ次が、ダービーです。天のブルーレイには頑張ってほしい。2番人気ルーラーシップが3番人気、1番人気はビクトアルピサー、グリグリだ、ブルーレイは丸がやっと他、ルーラーシップも出てますね。ルーラーシップは先方、2頭とも先方を選べます。先行策、ルーラーシップも先行策、ビットアールピサ、ビットアールピサクラブ馬なんですね。あとエンシンフラッシュもいます。この辺りかな。レース行きましょう。
ボバクラシック第2弾、日本ダービー東京優駿、3歳 G1 芝 2400m で行われます。果たしてこの世代の頂点に立つのはどの馬になるんでしょうか。馬主、調教師、騎手、すべてのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース、実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰、東京優駿日本ダービー、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のエイジンフラッシュ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。エイジンフラッシュ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくエイジンフラッシュ行きました。続いて前へ行くのはアマノブルーレイ、さらにはゲシュタルト、5番トレイルブレイザー、その後ろ先手を取ったのはエイジンフラッシュ、トゥーザグローリー、そのうちに続いています。その隣にオンザソロー、内からはルーラーシップ、さらにはウェーブベルーガ、並んで15番ヒルノダムール、その横にアスカクリちゃん、アズエピグラム、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。 すぐ後ろにペルーサ、その外からレーブドリア、その後ろにエルイコーディフ、ピンクの帽子インアマルト、これがどう影響するか。アロマカフェ、一番人気のビクトワールピサ、後方につけています。 1000m を通過、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。チャンスあるかもね。最後方にローズキングダム、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。5番トレイルブレイザー、レースを引っ張ります。並んで18番エイシンフラッシュ、アマノブルーレイ、ブルーレイ3番手ですね。ここも連勝なるでしょうか。大きく離れましたルーラーシップ。さあ先頭はまだ5番トレイルブレイザー、エイシンフラッシュ、ほとんど差がありません。間を挟んでアマノブルーレイ3番手、さあ頑張れブルーレイ。これはかなり後ろからの競馬です。ここで先頭はエイシンフラッシュ、しかしその差はわずか、粘り込めるか。アマノブルーレイ、足色は十分、上がってきた。前に迫れるか。エイシンフラッシュ先頭、残り 200m を通過して、ここで先頭変わってアマノブルーレイ、ルーラーシップ抜けた。次にビクトワールピサ、ルーラーシップ、ルーラーシップか。1着、2着はビクトワールピサ、3着にアマノブルーレイ、見事に勝ちました。ルーラーシップ、ビクトワールピサの追撃を振り切りました。ルーラーシップウィーニングランです。騎手、ブルーレイは3着、シナイリステークス、クラブは凱旋赤壁2番人気、本市本命です。1番人気アリゼオですので一騎打ちムードです。ダイジェストいきましょう。京都3歳オープン特別シリアリステークス、おそらく牝馬限定、芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アリゼオ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m を通過して凱旋赤壁、追い上げてきた。凱旋赤壁差し切った。先頭は凱旋赤壁、1着でゴール、2着にはどうやらアリゼオ、見事に勝ちました。凱旋赤壁、重賞制覇狙いたいさ。これ牝馬限定じゃなかったわ。そして目黒記念、天の世界に花登場、リリーリョスさん登場、当選上段凱旋ヒルシュのクラブ馬も登場ですね。当選上世界に花グリグリです。
ビーチザクラウンなんかもいます。さあ、ダイジェストいきましょう。東京 G2 目黒記念芝 2500m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。名勝コリア先頭、外から勢いよく天の世界に花先頭、ビーチザクラウン懸命に追いすがります。あと 200m、 先頭は天の世界に花、高専上段必死に追う天の世界に花、差を広げる2番手は高専上段、先頭は天の世界に花、1着でゴール、2着は高専上段、これが G1 馬だ天の世界に花。主体が7と思いますね。特に痛いのがエアグルーヴあたりは痛いけど、チェンチコバとかも痛いな。すごい服装、お、嬉しいですね。これ姉妹じゃないの。さあ安田記念フルゲート4頭出し、さらに天の蓮舫が第1弾、デビューいたします。海外も2頭ですね。刀春日と刀のポニョ、ポニョは2勝か。まだポニョ早熟だからな、厳しいですね。今度は安田記念の煽り VTR です。マイル王決定戦、連戦連勝、一強天のハニカミ、一強ムードです。ルーラシップ風格、ダービーバーの移行、これは結構割れてますね、牝馬の方は。ホイールキャプチャー、外線のホイールキャプチャーにもいい印がついている。今日マイガールをまあ期待はあるが、マノフィッツも、これ海外 G1 だけで8勝ですね。このポニョは最上位、チパクが200勝、さっきね、ゲド、あ、しかしハニカミじゃないんだ、ゲド戦記の方なんだ。想定内、さあまず先に種付けをやります。ビートフォローでいいでしょう。ハイモードはチャクータがトップだが、これインブリードで危険です。しこり込み設定でインブリード全兄弟なしとします。そうなるとマインシャフトがやっぱりトップですが、まあマインシャフトですね。で、天のテルテルが総合ブウィンドウか、
クラブ、ブロードアピール、ストリートクライ、遊戯王、アドマイアムーンか。マインシャフトをつけてましたが、マインシャフトじゃない、オーパスかな。で、ストームソングが突破、バブメオリー、ワレスデジタルもなかなかいいですね。ドンタコスもいい。でもレモンドロップキットはダメだ。健康面が気になりますが、ちょっとリスクが大です。これいきましょう。バブメオリー、チェンチコはもうでもバブメオリーなんですよね。あ、なるほど、シーザースターズかな。で、ローテ、今度はコレーバから。チタイヤ何勝だっけ。まだ何勝か。世界に花は芝馬ですよね。なんで、あ、全然宝塚は問題ないよな。騎手さ、ダイヤモンドジュビリー、なんでこんな調子上がらないんだ。だよな、調整期間が取れない言ってるから。絆コマンドで、うん、でもまあいいか。本来な、他の用途にあげたいですからね。気持ちいい。これもう大丈夫なんじゃないかな。金札、プロキオン、プロキオンってエネループも出るから、まあ出ないよ。芝か。勝ちたいんやいる。どうなんだろう、ホイットニー出しとこうか。ですね、グローブ、アミーゴで、想定内はまだ一勝もしてない。だからこそナルオ記念勝っとかねばなりません。勝って能力高めて、さらに強くする。これが大事です。冷たマーキュリーか、まあ、マーキュリーでもいいでしょうけどね。6月一周、あ、いいじゃないですか。でも冬ソナが先に出るのか。でマーキュリーで別に構わない。もしくは8月だったら、8月だったらクリメントハッシュとかあるけどな。アリトミアは芝か。パシフィコクラシックって賞金高いじゃないの。なせ、あ、そんなことないか。7500万か。これにちょっと登録だけしときましょう。
マーキュリーをどうするかはちょっと悩みどころですが、こんな感じでいいかな。小泉が宝塚記念か、でも長いな、微妙に。出さんでおこう、小泉は。6月を3週かな。あ、フェイトがいる。1000m がちょっと短い。じゃあこれに出す。じゃあ千ギニーバが来てるな。ハウルはマンハッタン、ゲボ戦記も出る、スマートハルコンは天皇賞、ん？帝王賞か。ブルースリーはもう勝っていくしかないです。勝って勝って勝ち続けるしかない。二周放牧をしましょう。で、ちょっと待ってよ。千の風、椿、あ、ある日、エネループは一生もしてない。キャンキャンはちょっと出すレース迷うとこですね。帝王賞って、あ、これだけ出てんのか。スタート限定、あ、冬ソナがいるか。そして冬ソナって何勝だっけ ?12 勝か。いや、冬ソナここ出さんでもいいんじゃないの。キャンキャンに挑戦させてあげようよ。冬ソナはちょっと待ってよ。冬ソナは、まあ、プルプラ、で、代わりにキャンキャンを、竹豊か、ニコニコもグッドウッドカップ。つぼみは帝王賞か、まあ、つぼみでも帝王賞じゃないよな。うん、とはいえ出すレースがないからな。この辺とかがあるもんな。三宮か、三宮出してもいい。
まあ、でも重賞初制覇ですからね、狙うは。正直本当はここなんですよ。ただ不利要素いるからな、本当はここじゃないとも言える。エルムか。まあでも天王賞出してもいいんじゃないかな。ベナビスタも安田記念に挑んでまいります。ブラックキャビア、ちょっと待ってよ、休んで、軽め調教行きましょう。ブラックキャビア 1000m レースがある。ちなみにここもあります。金車さん出るんでこっち出しましょう。シーキッシュ、初音ミク花盛りは無理だろう、さすがに。ビクターマイル取ってんのか。でも長すぎるよね。7月を1週以降で初音ミクが出るとして、まあまあ出していいんじゃないかな。重量がちょっと重、あでも無理か。ちょっと距離が長い。戦後の2100だから、あ、2000はギリギリいけなくはないけど、やっぱり本来であればこっちだ。花盛りもこんなとこ出しちゃダメで、島田と両対応か。100の2200、レベルちょっと落ちる。でも6パコボーイがいるから強いな、これ。じゃあこっちは違うし、あでもなんだか別に安田ってどうだっけ。あ、キャンキャンがいるのか。先捉えちゃってます。ヴィンテージクロップステークスか。あ、これが強いよな。自分は一生してるし、コミュニケーションってどうだっけ。コミュニケーション G2 かなんか弱そう。もうちょっと距離が短ければな、面白いと思うんですが。ルーラシップもまあ距離は大丈夫なんだけどな。でもできれば海外に進出して挑戦させたいところです。この週はダメ。アラフォーがいる。
ベルモンドダービーかな。メーカーターフなんか弱いからな。ルーラーシップどうなんだろう、デッキは。からまあ7月1試合持ってくれるといいなっていう感じか。ちょっと疲れが悪すぎるな。アクリミット調子があまり良くない。ではフランスダービーへ。ただ自分はちょっと心配、そばにいるには、ベルオークス惨敗、ベルモントダービーは距離なんとか持つかな。うん、挑戦ですね。ツイッターが そして天野蓮舫がデビューです。いきましょう。ネクストリホルダーマイルステークス片野春日一番人気です。129、レイチェル・アレキサンドは122です。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 ビホルダーマイルステークスダート 1600m です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはマーブルブルーリー。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくマーブルブルーリー行きました。続いて前へ行くのは片野春日、さらにはウォールボード、2番インフォームドディシジョン、その後ろマーブルブルーリー先手を取りました。そして大きく離れてセルフローカスト、この位置です。オレンジの帽子イブニングサミット、その後ろ、この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向こう上面に入ります。レイチェル・アレキサンドラ上がっていきました。これに続いてティグレストレード、その外からリボンウルフハウンド、これに続くのがダンスーズノーベンバー、その外にゴールドウィンスト、ね、その後ろにコバートコンテント、その隣にタウソンカースル、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてマーブルブルーリー、まだ粘っています。2番手は片野春日、絶好の手応えです。インフォームドディシジョン3番手、さあ片野春日ディシジョンがもう上がっていって内側からも疲れている。意地のぶつかり合いだ。ここで先頭はレイチェル・アレキサンドラ、あと 200m、 レイチェル・アレキサンドラ厳しいか、このまま振り切れるか。2番手は片野春日、レイチェル・アレキサンドラ、レイチェル・アレキサンドラ1着、2着は片野春日、3着にインフォームドディシジョン、勝ったのはレイチェル・アレキサンドラ、見事な勝利です。フランスダービー片野ポニョです。一番人気112、飛び抜けた一番人気ではないですね。ケースビショップ、サミングアラブ逃げ切れるか。レース行きましょう。フランスダービージョッケークルブ賞3歳 G1 シャンティ競馬場芝 2100m で行われます。こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。サミングアラム、好スタートを切りました。ブレイブリー、このまま好スタートを切りました。ダッシュよくブレイブリー行きました。続いて前へ行くのはサミングアラム。では前の方から見てみましょう。先頭はカタノポニョ、短期の逃げに持ち込みたいところ。ブレイブリー上がっていきました。これに続くのがサミングアラブ、その外からリンメンバーウェン、すぐ後ろにプロフェシンアカデミー、その後ろにゲーリックビグラス、並んで11番ミッドナイトティアラ、ドルフィングリーリー、すぐ後ろ赤の帽子プリンスビショップ、その後ろスイーズリーブズ、そのうちに続いています。その外にタックドバーストロン、内からはフェルドゥース、その後ろにサンライズインク、その外にウィンストンランサム、その隣にティムズストリングス、しんがりからコーティングウェービング、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はブレイブリー、リンメンバーウェン、ほとんど差がありません。カタノポミョ、いい位置、果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はブレイブリー、並んでリンメンバーウェン、離れてサミンナーラ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました、ね、日曜王者肘のぶつかり合いだ。ここで先頭変わりました。先頭はカタノポニョ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。カタノポニョ先頭、あと 200m、 カタノポニョアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はプリンスビショップ、カタノポニョ、ちょっとバテてきたが押し切りました。2着にはどうやらプリンスビショップ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カタノポニョ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。これ G1 3勝目となりましたね。寿命が短いのは残念、早熟なんでね。お、待望の海外遠征を獲得。スネイプニルステークス、これはちょっと厳しいかな。ナルニア、メタボ、キングスエンブレムか。ナロー記念、アマの想定内登場1番人気。クラブはキャプテントゥーレモが2番人気です。想定内は20丸があって、キャプテントゥーレがカッパギさんだけ20丸で、あとオアシスセッションも片山も人気。ダイジェストいきましょう。阪神 G3 ナルオ記念、芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。キャプテントゥーレ先頭、2馬身から3馬身のリード、残り 200m、 キャプテントゥーレアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はベストメンバー、キャプテントゥーレ、キャプテントゥーレ1着、2着はベストメンバー、見事に勝ちました。キャプテントゥーレ、天野想定いない、敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。前線マンだな。さあ天野蓮舫、2歳新馬戦デビューです。1番人気 1.6 倍、伊坂さん以外は全部20丸ですね。父アグネスデイタル、母ハレノプシスとなっております。2番人気ワイルドクリーナーですが、さあダイジェストでいきましょう。阪神2歳新馬戦、芝 1200m、天野蓮舫メイクデビューです。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天野蓮舫先頭、あと 200m、 後続を引き離しにかかります。天野蓮舫、これは強い、先頭です。このまま押し切るか。2番手は競泳コラン、力強いですね、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は競泳コラン、これは桁外れの強さだ。天野蓮舫どうです。まあいいでしょう。そうですね、背足タイプだな。
朝安田記念がやってまいりましたね。ちょっと待ってくださいよ。一番人気はマノゲド戦記です。2番人気ゴルディコバですね。ゴルディコバは格外、ゴルディコバが強襲してきたってことですか。さあ、当然天の埴かみか戦法が選べます。逃げが2頭か、それぞれやっぱり自分の思った戦法で戦うのがいいでしょうね。レース行きましょう。春のマイル王決定戦 G1 安田記念、東京競馬場芝 1600m で行われます。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠のレッドスパーダ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはアブソリュート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてアブソリュート行きました。これに続いてイーデケンシン、先手を取ったのはイーデケンシン、アグネスジェダイ、そのうちに続いていますゴルディコバ、それに続きます、その外にレッドスパーダ、さらには天の千の風、その後ろに BB ガルダ、好位置をキープしています。天のゲド戦記、その後ろからは天のハニカミ、その隣に天のアミーゴ、すぐ隣に電車道、アイルラバゲイン、それに続いています。内からはシンボリグラン、緑の帽子、エイシンドーバー、その後ろ。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭は依然としてイーデケンシン、ここで先頭が入れ替わりました。アグネスジェダイ、イーデケンシン、2番手に控えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天の線の風、先頭、なんかすごい素足が来た。天のアミーゴだ。内で食い下がる天の線の風、残り 200m、 後続は遥か後方、これは完全にちぎれた。2番手は天のハニカミ、天のアミーゴ、この馬で決まりか。天のアミーゴ1着、天のアミーゴ完勝、2着は天のハニカミ、3着に天のゲド戦記、これが世界を制した実力だ。天のアミーゴ、天のアミーゴが安田記念を制しました。1分33秒3はすごいな。マイルの皇帝、オキザレベルがピークになった。一体か、あーかかってしまったか。ゲド戦記の風、もう iPod が一番人気となりますが、すでにこの時点で結構発車せる馬が多すぎるな。一体ってどうなの。いや出したら面白いけどな。まあ ベンラビスタ挑戦させたいけどな。小泉はやめよう。グローブは大丈夫。アミーゴはいらん。アミーゴは出さないよ。ちょっと距離が長い。
想定内も出すけど、想定内は出せないよな。こんな感じですね。さあ海外4レース、冒険ブルース・リーもいます。頑張ってほしい。かぶってるし、世界に花も横乗りがかぶっている。まず横乗りじゃないジョッキーに乗せないといけない。淀川はかぶってるんだ。ブエナビスタとかぶってるんだ。じゃあカーダ騎手、刀張る日はクロキオンに乗って武豊が乗ろうとしてるんだけど、クロキオンがいいのかな、そうは思えないな。ある日もあと寿命があるからな。だからダートマイル、あでもこういうレースでもいいんだよな。は放牧に出しましょう。で、想定内は宗教記念か。まあ、まだ覚醒だからな。取りました。これで14勝。ここから札幌か、調子は上がったがな。疲れがちょっとひどいな。でハニカミが2着、調子が今一歩、疲れがな溜まってます。レノ戦記が、3着か。まあ急所してるからいいんだけど、次のレースは1月の1周以降として、ただセックスあたりかな。X 値だろうな。で、天の霊峰をどうするかですね。いきなり挑戦かな。6月、今6月は2週なんですね。行きましょう。
早めか。早熟じゃないんですよね、蓮舫は。クラブでも見るか。あと、でもいい。お、伊坂さんはプラスになりました。ホイールキャプチャーを手に入れましたが、お、ルクエ。出てきます。注目度は低い。じゃあネクストです。ジャストアゲームステークス天の椿です。一番人気123。椿はもう金札を獲得してるはず。行きましょう。レースです、ベルモントパーク競馬場 G1 ジャストアゲームステークス芝 1600m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ブラブドネス砂金、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してブラブドネス砂金花に立ちます。その後ろからはディバインパレス、この馬も上がっていく構えです。さらにはモアフォーエバー、 G1 馬アスカンイブニング、その後ろブラブドネス砂金先手を取りました。少し間が空いてアプライドガントレット、天の椿いい位置です。キーナーバーガーそれに続いています。その外からジレンマイベイジョン、黄色の帽子リズミックタームズ、その後ろシールビーライト、すぐ後ろさらにはプレザントバドミントン、並んで G13 勝フォーエバートゥゲザー。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はグラブドネスサキン、グラブドネスサキン後続を引き離す。2番手はモアフォーエバー、3番手に天の椿、絶好の手応え。天の椿ぐんぐんと差を詰めてくる。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わって天の椿、残り 200m を通過して、先頭は天の椿、アスカンイブニング必死に追う。天の椿差を広げる。2番手はプレザントバドミントン、天の椿1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の椿まさしく日本が世界に誇れる馬です。マンハッタンステークスアマノハウルです。2番人気、1番人気ジオポンティで苦戦必至ですね。厳しいと思います。フォトビジョンが3番人気です。さあこの後先方選べます。ジオポンティ先行策いきましょう。ダイジェスト、ベルモントパーク競馬場 G1 マンハッタンステークス芝 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。戦闘に踊り出るが、でもジオポンティの性が恐ろしい。後続を引き離すジオポンティ、足色は衰えません。2番手はアマノハウル、ジオポンティ今ゴールイン。1頭ちょっと違いすぎるな。2着はアマノハウル、立ったのはジオポンティ、見事な勝利です。ベルモントステークスアマノグーですが、これはちょっと厳しい。9番人気、ゲームオンデュードらもいますしね、ちょっとこれは苦しいんじゃないかな。まあダイジェストですね。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ゲームオンデュード先頭、あと 200m、 ゲームオンデュード後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はスーパーセイバー、ゲームオンデュード強い強い、ゲームオンデュード圧勝ゴールイン。2着はスーパーセイバー、3着にパリスクーリー、ゲームオンデュードついにアメリカ3冠の偉業を成し遂げました。今年の3歳の頂点に立ったのはゲームオンデュード。年度代米の年度代表馬お決まりですね。そして人気ですね、国内でまたやり直しです。コーネーションステークスオーケンブルースリーは1番人気、勝ちを積み上げてほしい。124エフィシエントフィエム&グローリーがうるさい。リスカもいますね。レース行きましょう、エプソムダウンズ競馬場 G1 コロネーションカップ芝 2400m です。こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。そういうシンク前に行きそうです。マスタリー、それに続いています。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはキタセリタ、マスタリー、そのうちに続いています。その外にフェーム&グローリー、内からはインペリアルジョン、内からはそういうシンク、好位置をキープしています。オーケンブルースリー、内からはイチオンデタ、その外からハービンジャー、内からはカルパーニアダッパー、その外にアイディアートール、内からはアスコットフジヤマ、その外にシェイディガーデン、その隣にサリスカ、内からはフランクスリップストリーム、その外にエフィシエント、最高峰にダルヤカナ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から2番キタセリタ、依然として先頭、黄色の帽子マスタリー、その後ろ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。これに続いてフェーム&グローリー、少し間が空いてディジオン出た、すぐ後ろにそういうシンク、好位置をキープしています。オーケンブルースリー、内からはカルパーニアダッパー、その外にハービンジャー、並んで前走であっと言わせたインペリアルジョン、内からはフランクスリップストリーム、並んで6番アスコットフジヤマ。トッテナムコーナーを回って長い長い直線に入りました。キタセリタ先頭、1馬身から2馬身引き離す。マスタリー懸命に追いすがります。内からフェーム&グローリー、キタセリタ先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。キタセリタ上がってきた、前に迫るオーケンブルースリーが、残り 200m を通過して、先頭は変わってそういうシンク、だが2番手は1頭前にいた、そういうシンク先頭だ、そういうシンク、厳しくなったな。2着にはどうやらオーケンブルースリー、3着にサリスカ、勝ったのはそういうシンク、見事な勝利です。ガセマリコインは関東オークス勝利。あ、クラブ馬か。
マーメイドステーク様のドロロ登場、薄井さんがいます。かまどドロは一番人気大外ですね。多分凱旋駅なからもいます。アルゴセニョーナ、 IC ペトロネーナがいます。ダイジェストいきましょう。阪神 G3 牝馬限定マーメイドステークス芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋駅中先頭、あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。外から一気に突き抜けるか。天野ドロロ、天野ドロロ差し切った、天野ドロロ1着、2着は凱旋駅中、3着にサイレントレイン、一番人気に応えました天野ドロロ、見事です。重賞初制覇、グッとくるスピード、さあ海外2頭、あ3頭か、ブラックキャビアもいます。この週最後にしましょう。大丈夫だろうからな。ハウルちょっと札幌記念周りだな。4頭出てますが、で、グーが国内でやり直しですね。シーズステークさんいいと思います。とまあ距離も微妙になかったかも。でドロロがどうするかですね。クイーンステークスか、クイーンステークスでもいいですが、絶対的な圧倒的な差とはならなかったからな。ここにはなんで南条日経賞なんだ、フランスダービー勝ったのに。それはさすがにないです。7月を1週以降にちょっとなんかレースを出たい。1500の2200、そばに遊泳がいるのか。なんか出すレースがない。これは上限だよな。ルーラシップがいる、送り人か。ここに出せれば最高だったんだが、全部サラトが招待ぐらいか。
関サイモン・フランケル期待されてますね。お、最上位ですね。頑張ってほしい。ブラックキャビア、ゲリラーメンですね。ユニコーンステークスは馬のラキスタが出走です。シューメーカーマイルステークス、カタノフェイト1番人気、99だから絶対とは言えないな。ダイジェスト、サンタニタ競馬場 G1 シューメーカーマイルステークス、芝 1600m をマイル戦です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。 あと 200m、 ちょっと後ろすぎる。追い上げてきた。2番手はチゼアタウン、この足色はどうか。カレージャスキャット差し切った。先頭はカレージャスキャット、です。1着でゴール、2着にはどうやらジェラミモ、3着にゴーティアスルーフ、勝ったのはカレージャスキャット、見事な勝利です。6着に敗れました。オブデンフィリップスステークス、アマノキャンキャン2番人気です。 CQ、まあ、シリアークがちょっと強すぎるな。2着がやっとだろうな。先方変えられますが、このままでいきます。ダイジェスト、ベルモントパーク競馬場 G1 オブデンフィリップステークス、オブデンフィリップスステークスか、ダート 1700m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。残り 200m、 シェイディアーク、このまま振り切れるか。2番手はタウンシェイド、シェイディアーク先頭はシェイディアーク、1着でゴール、2着はタウンシェイド、勝ったのはシェイディアーク、見事な勝利です。キャンキャンは3着でした。この馬なりは悪くなかったが、シリアークは強かった。キングズスタンドステークス、ブラックキャビア1番人気、ブラックキャビア121、110を超える馬はいません。分かってほしいところです。セクリットキングダムなんかも強敵ですね。レース行きましょう。アスコット競馬場 G1 キングズスタンドステークス、芝 1000m の電撃戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。デビルズプレイ、好スタート、綺麗なスタートを切りました。あんまり良くなかったかな。デビルズプレイ鼻に立ちます。その後ろからはシガーアッピラ、この馬も上がっていく構えです。でもさらにはコラムクラウン、行きっぷりはいいですよ。16番ハーバートバッカルーン、その後ろデビルズプレイ先手を取りました。その外からキングズゲートネイティブ、好位置をキープしています。ブラックキャビア、内からはフリーティングスプリット、これに続いてトランクイリティジュールズ、内外から上がっていく、上がっていきました。ここで先頭に立ったブラックキャビア、リードは2馬身から3馬身、あと 200m、 これは完全にちぎれた。ブラックキャビア、ね、先頭です。これこのまま押し切るか。2番手はセイクリッドキングダム、ブラックキャビア強い強い。ブラックキャビア圧勝ゴールイン。2着はセイクリッドキングダム、3着にルーザックミステリー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ブラックキャビア、まさしく日本が世界に誇れる馬です。キングススタンドステークス、
ユニコーンステークスです。クラブは凱旋ゲリナーレ4番人気リバビットスチールパスエルコーラそして凱旋ゲリラーメンを順番かダイジェスト東京 G3 ユニコーンステークス、3歳ダート 1600m をマイル戦です。4コーナーをカーブしてさあこれからです。ガーデンカクタス先頭しかし後続との差が縮まってきまし た, たこのまま踏ん張り切れるでしょうか。ここで先頭に立った凱旋ゲリラーメあと 200m 凱旋ゲリラーメ余力は十分さらに引き離していく2番手はオリーブハビット凱旋ゲリラーメ1着凱旋ゲリラーメ完勝2着はスティールパス3着にオリーブハビット見事に勝ちました凱旋ゲリラーメ。重賞初制覇名古屋ステークスクラブは凱旋大ぶり1番人気グリグリです。ダイジェストいきましょう。阪神オープン特別米子ステークス芝 1600m マイル戦です。さあいよいよ直線の攻防エルディアルト先頭外から勢いよく凱旋大ぶりここで先頭は凱旋大ぶり外からダイワバーバリアンあと 200m 凱旋大ぶり余力は十分かさらに引き離していきます。2番手はダイワバーバリアン、ね、凱旋大ぶり強い強い凱旋大ぶり圧勝ゴールイン2着はダイワバーバリアン3着にディアファクツこれは桁外れの強さだ凱旋大ぶり。そして函館スプリントステークス天野ラキスタです。1番人気、うん、いいんじゃないでしょうか。相手になるのは鹿屋桜とかスプリングソングあたりですね。ダイジェストいきましょう。阪神あじゃない函館 G3 函館スプリントステークス芝 1200m の電撃戦です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い鹿屋桜先頭内からぐんぐんとスプリングソングにスプリングソング先頭だスプリングソングゴールイン2着にはどうやら天野ラキスタ見事に勝ちましたスプリングソング。天野ラキスタ惜しくも2着さあ安田記念じゃない高塚記念4頭出走です。そして帝王賞も2頭ですね。スマートハルコンと馬のつぼみで海外は4頭出ます。期待しましょう。世界に花ブローグレーナビスタ所有馬で4強対決となります。お、かわいい。結婚してるんだが、これでいいのか。おっと、なんだこれ。スピードと瞬発力を上げる。
奥さんと子供がいるんだぞ。すごいな。どの塔のお守りですね。さあ、ポニョですね。ポニョは8月を1周なので、1周放牧しちゃいます。で、そばにいるねがアマノトゥルース。これはさっきは行かないからな。カネちゃんも海外へ。ちょっと不安ですね、ルーラーシップ。一緒だからルーラーシップちょっと絆あれないのか。ブルーレイ送り人はまだ3勝だから、投手はすでに高い、健康値がまあ低いな、精神力か。メンタルで、さらにいってみましょう。私今初音ミクに注目しているんです。スピードそんな上がらないや。あ、でも B に上がりましたね、スピードは。なんで勝負どころでしょうね。ちょうどやっぱボーダーラインにいる馬だからな。ドロロはクイーンステークスへ。項目するか。ちょっと疲れが心配だな。七夕賞で出すとしても休ませなければなりません。ん、なんで七夕賞なんだろう。まあ、ダート芝両方対応なんだからってことか。いやでもここじゃないだろうっていう気はします。出すとしてもまあいいか。そうか、札幌記念じゃないよな。せっかくあの勝ってきたんだから。2400も出せるもんね、この馬は。
けはなんか距離が。弱そう。この後逆に一周放牧した方がいいですね。移動戦機は一周放牧。あとハルコン、まあ、頑張ってほしいな。線の風も一周放牧。そして小泉はまあいいと思います。もう11勝上げてます。この辺はそのままで、想定内も一周放牧で、わひどいな金車さ。もう一周放牧するか。チームは一周放牧だよな。チームは優勝か。あと勝ちたいやが最後。中放牧させます。今2位ですね、クラブは。残念ながらユニクロは売り切ることはできませんでした。104口残してしまいましたね。あ、でも凱旋もう結構いい勝負をしてる。フットアルピザ持ってますしね。勝ってます。はい、ということで、今回ここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。ツイッチで配信を行いました。ぜひツイッチのアカウントフォローお願いいたします。ツイッチアカウントフォロープリーズ。この動画のアーカイブ YouTube にアップロードいたします。12月20日21時からプレミア公開予定です。ぜひそちらでもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 This live アーカイブ My YouTube チャンネル Today's Afterそして旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。マイツイッター X アカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ、はい、ウィニングポスト9-2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。